レックスと聞いて何をイメージしたんですか。もう他の接着剤の名前が出てこないですもんね今ね。通常ねハイフレックスって言えばあの設計事務所だろうが役者だろうがもう接着剤イコールハイフレックスっていうね皆さんおっしゃる程度、要はゼロックスっていうのがコピー機になったみたいに、そんなイメージありますよね、強烈な、特に気に入ってる製品はございますか。うちでも使ってるのはやっぱり補修材関係かな、150万なんとかね補修材関係はもう日本化成のずっと使用してます、気に入ってるのはねあのボンド M は日本化成ですよね。あれはね俺が気に入ってるんじゃなくてねうちはねあの現場の担当者が決めるんですよ。そうするとあの対応力がいいっていうことでだいたい150番は使ってますね。それ日本化成の製品だって実は後から知ったんですよ。メーカー側から例えばあのそういう左官の材料に関する質問があったらば直接聞いてできちっと答えられる対応をしてくれるようなトップオブザメーカーになってほしいですね。本日の総会に出席されたご感想を聞かせて。いやまだしてないですけど、やっぱりあの縦横斜めねあのみんなのこう交流の場ですから、できる限り来るなと言われない限りは来たいなと思って。それとやっぱりこの力の入れ具合があるものですから、あの昨日もあの一部のメンバーはあの前日から力を入れて、もう綿密な打ち合わせをしてこの辺も出来上がってますね。ハイフレックスと聞いて何を見たい。やはりその業界トップのですねあの接着剤仕事がですねもう長年使われていると思いますの で, ですねあの安心してそれはお客様にも勧められますし、そこら辺は非常にそれも本当ありがとうという感じで使わさせてもらっております。特に気に入っている製品がございます。特になぜですか。それはなぜか。そのハイフレックス以外でですね、仕上げ剤を今すごくあの日本化成さんがやってあってですね、前もそこ使わせてもらったんですけども、やはりその他のメーカーさんにないですねあのテクスチャーとかあの表現だとかができると思いますので、そこら辺をあの気に入って使わさせてもらっております。盛んの良さを教えていただけますか。そうですね、やはりあの固定と固定板で材料を塗るというすごくアナログの仕事なものですから、あの他の業者では真似できないところですね。そこをもう人のぬくもりを感じながら塗れるところというのが非常に、盛んとして魅力があると思っております。そうですね、日本化成さんは品質がすごくいいというイメージがすごくあります。僕ら土間の補修もよくやるんですけども、NS フロアハードという材料ですね。色と、はけびきの時の仕上がりのが具合がすごくいいと思って使用させていただいております。日本化成という会社にどのような印象をお持ちですか。いや私個人的な意見で大変申し訳ないんですけども、すごくフレンドリーで皆さん今までの歴代の社長さん並びにスタッフの方も非常に家族的な関わりを持たせていただいているんでね、その辺すごく親しみやすいというか、それは個人的な意見でね、私的には非常にもフレンドリーなお付き合いをさせていただいているなと思っておりますけどもね、で特に気に入っている製品ですね、これも本当に全ていいって言ったら本当に、ねお世辞になってしまうんだけども、やっぱりハイレベラー、NS のハイレベラーに関しましては今 の, その需要にすごくマッチしてて、工期短縮にもなりますし、やっぱり精度も要求されてますんでね、その辺レベラーに関しては、それを全て網羅しているというか、非常にありがたい製品かなと。一つそれに加えるならば生 SL を北海道にも早く来てほしいというお願いはありますけどもね、日本化成という会社にどのような印象をお持ちですか。商品のですね、研究開発ですね、その辺は皆さんスタッフで情報とか集められて、きっちりとした商品を、開発されている会社だなと思っております。ハイフレックスと聞いて何をイメージされますか。ハイフレックス自体は、商品名なんですけど、どの現場行っても吸水調整剤、接着剤の代名詞みたいな形で
まあ、ハイフレハイフレという形で出てますんで、もうその名前だけがねやっぱ広まっているのはやっぱすごいことやなと思います。仕事に対してこだわってるって思いますか？そうですね、うちの場合はやっぱりデザインの盛んっていうところがあるんで、盛んにデザイン性を持たせるってことをこだわってます。盛んの良さを教えていただきます。そうですね、盛んは、まあ、デザインと、機能性と実用性を持ち合わせているものだと思います。日本化成という会社にどのような印象を持ちですか？そうですね、やっぱり下地材ね、20番、タイルセメント、それ間違いないものがあるっていう印象があります。ハイフレックスと聞いて何をイメージするか？そうですね、やっぱりブランド品っていうイメージがありますね。特に気に入ってる製品はございますか？そう、うちの場合はやっぱり04、あとボンド M ですね、あとタイルセメントは使ってます。それなんでですか？理由は。そうですね、やっぱりこうね、まず袋でね、こう04って書いてあることに対して職人がみんな安心感を持って使ってますから、それで使い続けてます。日本化成という会社にどのような印象を持たれる？印象ですか、はい、印象、高品質ですね。高品質、ものは確実にいいし、まあ、設計、あと、まあ、公共工事に関して全く間違いないという安心感ですね、はい。特に気に入っている製品はありますか？今ですね、ポリマーミックスの40番ですね。これタフバインダーが今入ってますよね。これが、まあ、あれですね、外壁に塗るに関してですね、今剥落の問題があってですね、今 あのタフマインダー工法ですね、木工からセットでやるのになって、まあ、私たち左官として、剥落に関して、まあ、リスクも減ってきますし、お客さんもですね、やっぱ安心して、そこに関して加瀬さんからのアプローチもあってですね、まあ、ちょっとゼネコンさんと共にやっていって、まあ、どんどん僕も使っていきたいなと思っている材料の一つです。それとあとは生モルパウダーですね、やっぱりこう床の精度を出すためにはもってこいの商品だと思っております。日本化成という会社にどのような印象を持ちつつ、やっぱり一番盛んの建材、メーカーの中ですね、実績もありますし、もうこれからも、将来もですね、展望がある会社だと思っております。はい。特に気に入っている製品はありますか？やっぱり今、一番我が社で使っているのは NS ポリマー30番、これも重点的にもうほぼ、NS 商品としては一番出ているんじゃないかと思います。はい。今後当社へ要望することがあれば教えてください。そうですね、まあ、樹脂系が多い、最近は多いんですけども、まだこの自然の、素材を使ったですね、商品も開発していただいて、あったかい材料ができればですね、よろしくなと思っております。